こんにちは、粟田洋介です。今年の8月は2つ個展の予定が入っていて、8月前半は鎌倉、そして後半が東京の高円寺なんですけど、その鎌倉の方に出展するための絵をこのキャンバスにアクリル絵の具で今日は描いていきます。展示の詳細は下の概要欄に記載しておきますので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。そんなわけでちょっと鎌倉を意識して描いてるんですけど、なんか特別に鎌倉を描こうというんじゃなくて、鎌倉っぽいイメージ、私にとっての鎌倉のイメージって、なんか海が近くにある文化的な街って感じ、そんな感じをちょっと涼しげなイメージで描きたいなと思っています。私は展示会にはほとんど新作を出すようにしています。まあ同じ作品を違う展示にちょっと出すこともあるんですけど、私のいろんなところでやってる展示会、こっちでもこっちでもいつも違うものがたくさん見れて面白かったという感じで楽しんでいただけるように、毎回たくさんの新しい作品を用意しています。でもこの間見た作品やっぱり欲しいなって思われる方のために、同じ作品を別の展示会に出すこともあります。でもその欲しいと思った作品が次見に行った時にあるとは限らないんですけどね。なので気になったものがあれば連絡していただけたらと思います。
では絵が完成しました。これは水玉の夏というタイトルです。ちょっと鎌倉をイメージしたんですが、さっきも言ったように私は鎌倉は海の近くにある知的で文化的な街なんて勝手に思っているので、なんかそんな感じのイメージを思い浮かべて描いてみました。水玉の夏というのは展示会のタイトルです。さっきも言ったんですが、下の概要欄に8月の個展の情報、それから私のウェブサイトのイベント案内のページにもこれからの展示会、イベントの情報を載せておりますので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。ということで今回の動画は以上です。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。